霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解、それじゃあ私は赤黒の場でも使おっかな。へえ、今はそんな名前のデッキがあるんだな。それじゃあ私は昔使ってたエムロマノフワンショットでも使うか。あ、そのデッキのカード代替は電動かプレデンだから使えないよ。え、じゃあ最近出たスタートデッキとやらでも使っちゃおうかな。てか思ったけど、さっきからあるこのよくわからないカードはなんだ？これはドキンダムって言って、最初からバトルゾーンにあるカードなんだよ。へえ。ではチャージして5コスト、イービルヒート召喚、そして封印剥がしてトップから1枚墓地に置きクリーチャーを回収、それではアタックするとき、ドギラゴンの場の革命チェンジを宣言。え、何その能力？これはある自分のクリーチャーがアタックするときに手札にあるカードとそのアタック中のクリーチャーを交換する能力のことだよ。強くね。それじゃあチェンジして6以下を出します。では効果処理してトリプルブレイク。ないです。ではアタックするとき、サイバー X の革命チェンジとバルチュリスの宣言。それでは X でダブルブレイク。トリガーなし。ではバルチュリスが出てきてダイレクトアタック。通ります。デュエマ変わりすぎじゃね？なあ、霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解。ではターンエンドで。はいはい。じゃドロー。そしてチャージ。では4コストでマーベラスアイアンをギャラクシールドでシールドに貼り付けるよ。え、白じゃなくて？今の時代は自分でクリーチャーをシールドに貼ることができるんだよ。よくわかんないけどインビンシブルフォートレス唱えたくなった。唱えられないと思うけどやめてね。では貼り付けた時の効果でトップから4枚表向きにして水と光のカードを1枚ずつ回収。なんかそれめちゃくちゃ強くない？そしてターンの初めにバトルゾーンに出てくるよ。しかも出てくんのかよ。それでは7コスト、ヘブンズロージアを召喚。効果で超次元ゾーンからヘブンズヘブンを出すよ。え、横のカード？クリーチャーじゃなくて？今の時代はバトルゾーンに城を建てることができるんだよ。朗報、今の時代は自らシールドにクリーチャーを貼ることができて、バトルゾーンに城を出すことができる。逆ですね。じゃターンの初めにブロッカーが3体いるので誘拐。城がクリーチャーになった？ではシールドナイトで2点。ないです。さらにネバーラストで3点。トリガーなし。そしてメイジオブカースブレイカーでダイレクトアタック。通ります。あのさ、デュエマ変わりすぎじゃね？なあ、霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解、それじゃあ私は GR ゾーンを使ったデッキで戦っちゃおうかな。え？GR ゾーン？超次元ゾーンじゃなくて？ああ、そうか、マリサ復帰勢だからそこら辺のことわからないのか。まあ実際に対戦してみたらわかると思うからまずはやってみようよ。ああ、そうだな。それじゃあタイソンズを召喚して、もう一体のタイソンズでアタックするとき J チェンジでマナにある洗脳を出します。おい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 、どうしたの？どうしたのじゃなくてね。一体なんだよその能力は。これはジョーカーズチェンジって言って、そのクリーチャーがアタックするときに指定されたコスト以下のマナにあるジョーカーズクリーチャーと交換することができる能力なんだ。テキスト見てみ？あ、ほんとだ。では母なる大地をマナに埋めてエンドで。はいはい。ではドロー。チャージして6コストでバーンメアを召喚します。出たとき効果で2回 GR 召喚をしてそれらにスピードアタッカーを与えます。え、マナとか払わないんですか？あ、払ったものとして召喚してるので問題ないですよ。払ってないのに払ってるとか謎すぎんだろ。実際公式も強すぎたって言ってるほどに強いからね。そうなんだ。まあ今ではこんな感じのものが当たり前ですよ。デュエマ変わりすぎじゃね？なあ、霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解、じゃあ私はちょっと前に買ったスターマックスの上デッキでも使うか。ドローしてチャージ。そして2コストで魂とのジャスミンのルーンを出してエンドで。だ、魂と？呪文じゃないのか？うん、正確には呪文じゃないけど簡単に言うと墓地に行かないで進化元にできる呪文だね。それは私の世界では呪文と呼ばないんだよな。まあ、そういうカードが今あるんだよね。そうなのか。じゃあ母なる大地から無双勇気ボルバルダーク出します。スタートデッキ相手にプレデン出すのやめてくれませんか？フリー対戦だからいいだろ。あとついでにエブゼドライブも出しとくか。それじゃあ2点。ないです。さらに1枚ブレイク。やばい、ない。じゃあ手札に戻ってエクストラターンを取ります。化け物すぎんだろ。じゃあ次はエブゼドライブ2体出すぜ。ではボルバルで残り2枚ブレイク。お、たった。ゲラッチョの心得で1体タックしてくれ。でもまだ打点はあるからこのままダイレクトアタックだ。ではモモキングマックスを破壊して負けを無効にします。ちょっと待て待て、そいつを破壊するだけで負けを回避だと？テキスト見てみ。あ、ほんとだ。デュエマ変わりすぎじゃね？なあ、霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解、それじゃあ私は赤タンガガガでも使おっかな。お、赤タンってことはもしかして速攻デッキか？うん、そうだけど、霊夢がそう来るなら私はカウンターボルバルザークでも使うか。シレットプレデンが入ったデッキ使わないでください。身内勝負だしそんなことどうでもいいだろ。よくねえよ。そんじゃ監獄出してターンエンドするときシールド回収。ターンエンドで。はっはっは、今の速攻デッキは知らんが、トリガー踏んでくれればすぐ返せるし楽だろ。ではチャージしてノンナイフ出して札を1枚マナに置くターンエンド。ドローしてチャージ。まず1コストでブレイズ
ズプロを召喚してさらに2コストでガガガに進化させるよ。こいつ8コストだぞ。まあいろいろあって2コストに軽減されたんだよ。若すぎないか。さらにさらに手札がこのカードだけになったから効果でコストを支払わずに召喚するよ。は？あ、ゴゴゴ効果で手札捨ててムーンナイフ破壊ね。ではシールドブレイク。ない。ゴゴゴでダブルブレイク。ないです。さらにガガガで残りのシールドブレイク。よしアピアサーバーで看護手札送りだ。じゃガガガ効果でアタック終わり破壊して全員アンタップ。え？さらにそれにスピードアタッカーを与えるよ。じゃダイレクトアタック。通ります。デュエマ変わりすぎじゃね？なあ、霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解。っていうのは嘘で、私は今からご飯を作んないといけないから相手できないよ。ということで私がいないうちはこれで遊んでて。ん？なんだこれ。これは公式が出した一人デュエマ用のデッキだよ。悲しすぎんだろ。まあ今は一人でも気軽にデュエルできる時代だからね。それだったら二つのデッキ並べて一人回しすればいいだ。まあとりあえず一回戦ってみないとわからないから戦ってみるか楽しみ。あ、これ確定で相手側が先行なんだ。でシャッフルしておくと、てかこのキャラみんな誰なんだろうか。まず最初のターンに一番上のカードを出す。なんだこのカード。え、呪文のコストめっちゃ多くなるじゃん。トリマドローしてチャージでエンド。そして次に出てくるクリーチャーの効果は呪文打てなくなったんですけど、これ無理ゲーすぎんだろ。なぜかこっち山札から1枚目を墓地送りしないといけないし、ボルシャックドラゴンでも使えってか。3分後。自分にダイレクトアタック。よーマリサ、戦ってみてどうだった？なんだよこれ、バケモンしかいねえじゃねえか。そう？それじゃあ私が一回戦ってみるわね。はい、一挙上がり。デュエマ変わりすぎじゃね？なあ、霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解。それじゃあ私はアミスロイヤルデッキでも使おうかな。おう、なんか強そうなデッキ名だな。実際めちゃくちゃ強いよ。では魂とクリーチャーであるバウアウジャを召喚。え？魂とは前に霊夢から教わったが、魂とクリーチャーが合体してるのは知らねえぞ。しかもなんかめちゃくちゃスペック高いし。これは魂とクリーチャーって言って、普段は魂とだけどある条件を満たすとクリーチャー扱いできるカードだよ。とりあえずフェアリーナイフ2回打って2ブースト。ターンエンドでドローしてチャージ。ではアビスベル邪神帝効果で墓地にいるアビスにアビスラッシュを与えて、さらに墓地から召喚するクリーチャーのコストを2軽減するよ。アビスラッシュ？なんだその能力は。アビスラッシュっていうのは、その能力を持っているクリーチャーをコストを支払って墓地からバトルゾーンに出し、その出したクリーチャーは出たターンに相手プレイヤーをアタックできる能力だよ。めちゃくちゃ強いやん。じゃあ1コストで召喚、また1コストで召喚、そんな感じであと3体召喚。いくらなんでもこれは多すぎんだろ。それではダブルブレイク。トリガーなし。ダブルブレイク。うわ何もなかった。ダイレクトアタックで通ります。デュエマ変わりすぎじゃね？なあ、霊夢、久しぶりにデュエマしようぜ。了解。てかマリサってこんなデッキ知ってる？青黒無限クライム。復帰勢の私に聞いてもわかると思うが答えはノーだ。そんじゃ私はこれを使って戦っていこうかな。ではここで無限クライム発動。場にいるクリーチャーを指定の数だけタップし、それと同じマナを払って自分の手札か墓地から召喚するよ。出すのはオダラガイで出た時に2枚ドロー。ターンエンドで。へえ、今はそんな変な能力があるんだな。じゃマリンフラワーからリーフに進化して効果で3枚ドローしターンエンドで。一応言っておくと今でもリーフはたまに現代デュエマで見るよ。マジか、それは嬉しいな。まあでも今からそのマリサが使ってるデッキをボコボコにするんだけどね。え？チャージして場にいるクリーチャーを4体タップして4マナ。無限有限無エンベラーを召喚。なんだこの変な能力で出てきたガチで意味わかんないクリーチャーは。ただのコスト無限のパワー無限のクリーチャーだけど。それが意味わからんって言ってんだよ。ついでに言っておくと、ゲンムエンペラーがいる間はコスト5以下のクリーチャーと呪文の効果を全て無視するよ。私負け確やん。まあほぼ全部のカードが5以下だもんね。ではダイレクトアタック。デュエマ変わりすぎじゃね？